次に柿沢水戸君。柿沢君。みんなの党の柿沢水戸でございます。川端大臣以下、政務三役の皆さん、長時間本当にお疲れ様でございます。今日は周波数オークションの話をしたいと思います。この間、原口大臣、片山大臣、歴代の大臣にこの件について質問をしてきて、原口大臣からは思わぬ踏み込んだ前向きの答弁をもらって、喜んだり、片山大臣になって関心の薄い答弁でがっかりしたり、してきたところです。そして昨年11月の事業仕分けがあり、それを売っちゃるかのような川端大臣のご答弁がありました。現在野田内閣の目指しているのは税と社会保障の一体改革、称する消費税の増税であります。そして増税の前提として税外収入の確保に取り組むという、こういう決意も示されております。ならば、世界中で行われている周波数オークションをプラチナバンドとも言われる900メガヘルツ帯、700メガヘルツ帯において早急に実現をして、2兆円とも、数千億円とも言われる税外収入の確保を目指すべきではないかというふうに思いますが、まずこの点についてお伺いをいたしたいと思います。川端総務大臣。700、900メガヘルツの問題に関して、別に売っちゃったわけでも何でもございませんで、この国会の審議を通じて昨年、この900、700両メガヘルツに関しての、いわゆる引っ越し費用を負担する中で、割り当てるという法律が、この衆参両院で可決をされ成立していたしまし、それがパブリックコメントで実施要項を含めてご意見を伺う中で、淡々と手順を進めている状況でございましたので、それが特段そういう、政策提言仕分けはこれからの事態に関していろいろこうあった方がいいということを政策提案として検討しなさいというときに、すでに動いてもうゴール間近な部分にはいろんな迷惑と混乱が起こるということで、仕分けの人たちも含めて委員会含めてご理解をいただいた中で予定通り今行っているところであることはまず前段ご理解いただきたいと思います。そういう中で、何兆円単位のお金が動くというご指摘でありました。これはいわゆる IT バブルの時期は確かに欧米において周波数オークションで、例えばイギリスにとかアメリカにおいて1兆円を超える1兆8400億とか3兆9000億という時代もございました。近年では落札金額の合計が数千億、あるいは韓国で2011年では1200億、スペインで1800億円、2011年というふうに、経済環境や競争条件で大きく左右されるものであるということが、前提としてご理解いただきたいと思います。同時に周波数オークションというのは目的は電波の有効利用 の促進や無線局免許手続きの透明性迅速性の確保を主目的として導入するものであると考えておりまして、諸外国でも国庫収入の増加ということではなくて、こうした観点から周波数オークションが実施されていると理解をしております。特に米国では国家収入の増加を周波数オークションの主目的とすることは法律により規定されておりまして、禁止される配慮ということで、この委員会は公共の利益、便宜及び必要の判断の基準を本項に基づく競争入札方式の利用から得られる連邦歳入の期待においてはならないという規定まで書いているところもございます。イギリスにおいてもその法律においては、オークションの主目的は歳入の増加にあるのではなく将来の希少な周波数の効率的利用を確保することにあるという記述もございます。そういう目的に沿って我が国においてもこのような観点から周波数オークションの速やかな導入を図るべく、これからの問題でありますけれども電波法の一部を改正する法律案を今国会に提出するために準備を進めているところでありますが、現在進めております900、700においては規定、昨年作っていただいた法律に基づいて、進めていくつもりでございます。柿沢水戸君。
オークション制度の導入はその電波を、まあ、その高く売るという目的ではないんだと、まあ、こういう、まあ、要するにそういうご答弁をいただいたというふうに思います。しかしですね、今イミジクモ大臣が末尾におっしゃられたように、今オークション制度導入のための電波法改正案、政府の中で、まあ、最終段階の立案作業を行っているというふうに思うんですけれども、まあ、私の手元にある、ペーパーを見る限りですね、入札開設指針の策定にあたって入札等により決定することが電波の経済的価値を最大限発揮できる場合、入札開設指針を策定する、まあ、こういうことが書かれているではありませんか。まあ、こういう形でですね、総務省の判断によってこれはオークションにしてこれはしない、こういう条件をつけることは私は一義的には賛成しませんけれども、しかしこの総務省の案でも経済的価値を最大限発揮できる、こういう前提に立った場合に、オークションを導入する書いてあるではありませんか。こういった点について、まあ、明らかな先ほどのご答弁との矛盾が感じられるというふうに思います。ご答弁ありますか。川端総務大臣。経済的目的のためにやるのではないという趣旨と、結果として経済的収入が上がるということとは何ら矛盾しないというふうに思っております。柿沢水戸君。ですね、条文上ですよ、今少なくとも今ご説明を総務省として例えば与党民主党等にされている場合に、入札等に決定することが電波の経済的価値を最大限発揮できる場合書いてあるではありませんか。そうでなければオークションやらない、こういうことが規定をされているのに、経済目的ではオークションはやらないんだ、まあ私にはちょっと理解が足りないのか理解ができません。まあ、いずれにしても今の大臣答弁もお伺いをしていて、まあ、感じられるのはやっぱり総務省の現状のこの問題に対する姿勢は決して前向きなものではないということではないかと思います。先ほど来11月の事業仕分けの結果のことが私も言及しましたけれども、第 3.9 世代携帯電話から即時導入すべきだ、また現在進行中の、まあ、決まりましたけれども900体の割り当て方針は国民共有の財産を不当に廉価で売り渡すことになる、こういう意見が出されていたわけですけれども、これについて川端大臣は先ほどご答弁をされたとおり規定の方針どおり、まあ、粛々と淡々と進める、まあ、こういうことを言われているわけであります。まあ、その上で、平成24年1月19日付総務省の提言型政策仕分けへの対応、まあ、こういうペーパーが出てまいりました。で、700-900に関しては客観的な指標や評価根拠の公表等の透明性を図りつつ割り当て事業者を決定、こういうことが書かれておりますけれども、しかしこういう指標を作る、また評価根拠を作る、こういうことによって、まあ、結局実施時期をですね、オークションの導入時期を、まあ、ある意味ではどんどん先の時期に伸ばしてきた、これが今までの歩みだったんではないかというふうに思うんですけれども、この客観的指標、評価根拠の公表というのは、これはどういう形で行われることになるのか、お伺いをしたいと思います。森田総務大臣政務官。お答え申し上げます。今ご存知のとおり、昨日ですね、900メガの割り当てはソフトバンクモバイルということで、認定することで原案まとまったところでございますけども、もうすでに本答申をですね、まあ、発表させてもらう前にですね、審査の資料を公表させてもらっております。その中で審査基準への適合度合いを点数化した指標、そしてその指標といいますのは、例えば、まあ、電波の逼迫度合いとか過去の割り当て状況はもちろんのこと、人口のカバー率だったり MVNO への寄与割合、あるいは周波数移行への、まあ、会社の、まあ、組織の充実度合い等々があるわけですが、その採点の根拠についてもすでに公表させてもらっております。同様に700メガの割り当てに関しましても本年夏ごろを目途にしておりますが、速やかに発表できるようにする所存でございます。柿沢水戸君。同じ文書で、
周波数オークションの対象周波数の拡大として 3.9 世代携帯電話用周波数帯を検討というふうに書かれていますけれども、あくまで検討であって、実施するとは書いていないわけです。さらに文書を見ると、フローチャートみたいなものがあるんですけれども、平成24年夏頃までの当面の取り組みとしてはずっと検討ということでありまして、これはオークションの対象とするか否かについては、明らかにされていないわけです。これはどのようなプロセスで、いつまでにこれを決めるのか、お伺いをいたしたいと思います。森田総務大臣政務官。お答え申します。極めて前向きに検討させてもらっているつもりでございますが、行政刷新会議の政策型政策仕分けへの対応としまして、3.9 世代というのが出てきました。でこれ具体的なプロセスですが、いくつか段階があります。でこれは一つは電波の利用状況を踏まえればならないということで、 3.9 の場合は4世代よりも少し低い周波数帯が多分必要になると思われます。何メガヘルスとか何ギガヘルスはまだこの場では言及しないようにしようと思うんですが、いずれにしても先客がいる場合もありますし、どの周波数帯が使えるかということをまず省内で検討しまして、電監審へ諮問してまず認可を受けたいと。でその上でこの技術的な認証ということに関しては情報し、通信審議会において検討いただきまして、まとめたいというふうに思っております。そして法的措置ということで、今次出させてもらっております、出させてもらう予定でございます電波法の改正ということで、今国会で成立すればできるだけ早い時期ということで、具体的には次年度にできるようにということで、取り組んでまいりたいと思っております。できるだけ早くにオークションを実施できることから、もう 3.9 も4も含めて前向きに取り組んでまいりたいと思っているところです。柿澤水戸君。今のお話を聞いてますと、極めて前向きにということで結構なことだと思いますが、空き状況等々、また周波数帯どこにするかということを考えると、空いているという意味では、2ギガというのが、一つ有力なのかなというふうにも感じられるわけですけれども、その点やっぱり2ギガが一つの対象に、検討の対象となりうる、こういうことで理解をしてよろしいでしょうか。お伺いをしたいと思いますが。森田総務大臣政務官。現時点で何ギガというところをですね言及するのは申し訳ございませんが差し控えたいと思います。柿澤水戸君。さてプラチナバンドといわれる旧約帯ですけれども、時あたかもソフトバンクへの割り当てが決まったわけであります。改正電波法に基づいて、タクシー無線等に使われる MCA 無線の立ち退き費用として、2100億、内外をソフトバンクが負担をして、その帯域使うわけですけれども、しかし申請した競合他社のドコモも KDDI も e モバイルも、負担上限の2100億出すと言ったわけですから、結果、これは価格競争ではなく、言うなればこれはビューティーコンテスト方式で、周波数割り当てになったということだと思います。それはそれとして、私が変だと思うのはですね、配布資料の通り今皆さん非常にご配布させていただいてますけれども、下の部分に移行前移行後というのがありますが、 MCA 無線を旧約帯から立ち退いてもらう、立ち退いてもらうのに次の移行先がまた900メガヘルツ帯なんですよね。これ一体なぜですか。他の周波数帯で、十分、それどころか MCA 無線は、この際廃止をして携帯でサービスやればいいじゃないか、こういう人もいるほどであります。せっかくプラチナバンドを開けるのに、なんでまた行き先が900メガレス帯なんですか。お伺いをいたしたいと思います。森田総務大臣政務官。お答え申し上げます。2つ目的があるんですね、前半の今回のリパックは。一つはご承知のとおり、スマートフォン等の急速な普及によりますトラフィックの増大に対応するためということであります。もう一つは国際的な協調というものを周波数帯によって実現するための意味合いもあります。でそこでですね、資料を出してもらっておりますので、今回携帯用は900から915を端末用と、で45から960を基地局用というふうにしまして、これは欧州等の国際割り当てとほぼ同一というふうになっております。で同時にあと2つのパズルピースを合わせる必要がありまして、これは RFID をどこに持ってくるかということになりまして、これは928を上にするの上限にするのが北米等の基準といいますか、周波数の使い方とほぼ同一になるということで、やはりこれは機器の開発とか調達にとって非常に重要なことであるという観点から、国際協調というものを取らせてもらった次第でございます。そうしますと、MCA が必要かどうかという議論はここは別に置いておきまして、 MCA に関しましては、周波数帯の特性から考えると、一つは下の850から860で一つ使われている帯域がありますから、あんまり離れてしまうと
ですね、やはり機器の今の仕様、使えているものが使えなくなってしまうという不都合も生じますので、やはりこうああいったところに MC をはめていくことが適当であろうというふうに考えた次第でございます。柿澤美太君、まあ、一定のご説明はいただきましたが、まあ、私たちから見ると結局これは MC 無線のサービスを営んでいる、財団法人移動無線センターですね、これ理事長、専務理事、常務理事、総務省 OB が占めている、まあ、典型的な天下り法人ですよね。この MC 無線の立ち退き料が、まあ、そこに落ちるような仕組みを作っていく、まあ、こういうふうに痛くない腹を探られても仕方がないのではないかというふうに思います。まあ、こうした点はもうすでに指摘を受けておられますので、まあ、今回先ほどの文書で移動無線センターの透明性を確保した運営のいや体制の刷新等の抜本見直しということが書かれているんですけれども、これ一体何を行うんですか、ご答弁を願いいたしたいと思います。川端総務大臣。抜本見直しの前に今のご質問に関わることで、補足説明させていただきますが、総務省としては提言型の政策仕分けを踏まえてですね、900メガヘルツ対開設指針に以下の内容を追加をいたしました。周波数移行に要する費用の公平、負担の公平さが確保されるよう十分配慮し、MCA 制御局の免許人等は、周波数移行の実施に関する協議に関与したことに対して、認定改正者及び移行対象免許人等から対価を受けてはならないことということを追加をしておりますので、今言われたご懸念はないというふうにご理解いただきたいと思います。同時に MCA システムという、この財団法人移動無線センターは MCA システムと呼ばれる複数の周波数を多くの利用者、陸上運輸、配送業、コンビニ、生協など流通業、道路サービス、ガス事業者、警備会社、金融、医療機関、地方公共団体、消防防災175自治体云々ということで、多くの事業者で共同利用する陸上移動通信システムの中継局を全国に整備し、業務用移動通信サービスを提供している公益法人でございます。このセンターが昨年11月行った提言型政策仕分けにおいて、同センターへの天下りに関する指摘がなされました。これを踏まえて、一つは現在6名いる常勤理事のうち3名が総務省 OB となっている体制の見直し、人件費の削減などの運営の抜本的改革に取り組んでいくこととしております。総務省としてはこのセンターのこのような取り組みを注視して必要に応じて適切に監督してまいりたいというふうに思っております。以上です。柿澤美太君。まあ、現実には MCA の利用者はどんどん減少している状況にあるわけで、先ほど来申し上げているようなプラチナバンドと言われるような帯域を MCA に割り振る、まあ、こういうことの 理由付けには私は今のお話はならないというふうに思います。まあ、時間もなくなってまいりますので最後のご質問にしたいと思いますが、900がソフトバンクに割り当てられた昨日、700に関して開設新案も公表されています。今月いっぱいパブコメということですが、まあ、割り当て3社ということですから、今回900がソフトバンクですから、ドコモ、KDDI、e モバイルとあるわけです。ソフトバンク以外のすべての事業者にちょうど割り当てが可能な枠が用意されることになる。これで時間がないからということで、今回と同じ上限立ち退き料を設定したビューティーコンテスト方式で3社に割り当てを決めたら、これはこれぞまさに誤送船なんだ、こういうことになってしまう。まさかこんなやり方はしないですよね。国民共有の資源である電波の経済的価値を最大限高め、もって国庫に資するため、私は700メガこれは絶対に周波数オークションで行うべきだというふうに考えますけれども、最後に大臣のご見解を聞いておきたいと思います。川端総務大臣。この先ほど申し上げましたが、700、900の部分の法律の審議の中で国会の付帯決議も含めて、いろんなご議論がございます。そういう中で、法律を決めていただいた法律に基づいて、行っているわけでありますので、国会で電波法を改正して付帯決議もいただいた上で法にのっとって手続きを進めているところでありますし、また一方で、急増するトラフィックに対応するための周波数割り当てはもう急務でございます。関連の業界も準備を進めているところでありますので、規定の方針通り昨年5月に成立した改正電波に基づきスケジュールに沿って
って、粛々と手続きを進めているところであります。新たにこれをやろうとしますと、また新たな法律を国会に出し、ご審議をいただき、そして、その成立をもって準備に入るということで言うと、時間的にも大変なロスが起こるというふうに思います。なお、参考までに、国会、衆議院の付帯、この委員会の付帯決議においては、周波数の競売については、免許手続きの透明化や再入増が期待される一方、落札額の高騰による事業者や利用者の負担増等多くの課題があることから、電波が国民共有の財産であることに鑑み、国民全体の便益を考慮して幅広く意見を聴取し、慎重に検討を行うことという付帯決議がついています。以上です。柿沢美太君。まあ、さっきは高く売れないという話で、今度は高く売れるからダメだと。まあ、本当に、あれだなというふうに思いますけれども、まあ、2015年まで700は全部開かないんです。そういう意味では、十分な時間が本来ある。そういうことをご指摘を申し上げて、時間も超過しておりますので、質問は終わりたいと思います。ありがとうございました。